クビンカ戦車博物館にて展示されているアルデルとバッフェントレーガー。バッフェントレーガーとは第二次世界大戦末期にドイツで開発された大戦車自走法の一種である。日本語に訳すなら武器運搬車、英語ならウェポントレーラーとなる。ドイツ軍においてこの名で呼ばれる車両は何種類も存在したが、本校では主にジェシューツワゴン638、18、 SF パック43アルベルトはフェントリジャーについて記述する。1942年10.5センチメートル系野戦榴弾砲を搭載、運搬や射撃が可能な不評支援用の兵器として、兵器局第6課によってバッフェントレーガーの開発が命ぜられた。これによりホイッシュレッケやフォーゴー B 型自走榴弾砲が計画されたが、使用要求が 複雑化して開発が難航していた。このため新たに、兵器局第4課による、対戦車戦闘向けに応急を絞ったバフフェントレーガーが開発されることとなった。ホイッシュレッケなど、以前の武器運搬車では、砲を地上に下ろして、使えるようにすることも要求されており、ドイツ軍の開発、使用した他のオープントップ式対戦車自走砲が、自走砲がや、自走砲、 戦車駆逐車といった種別名であるのに対し武器運搬車との種別名が与えられたものであった。しかし本社では要求が変更され車上射撃が前提となっており単純に機動力のないパック43を簡易自走法化したものとなっている。兵器局第4回より応急された仕様は以下の通りである。これに対し主体や クルップ社共同による試作車と、アルデルト社とラインメタル社共同による試作車が完成した。これらはどちらもオープントップの砲塔に8.8センチメートルパック43対戦車砲を搭載していたが、前者は試験で、いくつもの問題点が指摘され、後者は完成度は高いものの、コストや製造にかかる日数という点で問題があった。そこで今度は、 アルデルト社とラインメタル社が共同でより簡易な試作車を開発、シュタヤーグルップアンよりも高い開発優先度が与えられ、ジェシューツワゴン638、18SF パック、43アルデルトワフェントリジャーとして量産化されることとなった。量産型に選定されたアルデルトワフェントリジャーは、コストと製造工程の削減のために足回りは、ヘッサーから、 部品が流用された大型天輪とリーフスプリング式サスペンションの組み合わせとされたが、ヘッザーのものと比べると、天輪の外周にゴム製のリムが付いていないという際がある。開発したのはアルデルト社の社長であるギュンター・アルデルト博士で、このバッフェントレーガーは100両が発注されていたが、すべて完成できるような状況ではなく、実際の生産数は不明であるが、 完成したのは10両程度ではないかと思われる。アルデルト博士は、ドイツ国防軍に注意に任命され、1945年2月に、完成していた7両のバッフェントレーガーを引き、アルデルト社の社員と共に、ブランデンブルク州のエバースバルデ地区で、ソビエト軍との戦闘に参加して戦死したと言われている。 この時の一台がソビエトに露革されて、クビンカ戦車博物館に展示されている。他にも三両が納入されベルリン防衛部隊で使用されていたと言われており、その時のものと思われる写真が残っている。設計者のアルデルト博士、そしてアルデルト社自体も、第二次世界大戦末期に、社長以下主な社員が戦死したために消滅してしまい、その後、 活動拠点であったブランデンブルク州が東ドイツであったことからも現存する資料は少ない。そのため現存する資料のほとんどはクビンカ軍事博物館に依存している。ロシアの模型メーカーアランホビーと中国のトランペッターからは1、35、ウクライナの ACE 社からは1、72スケールのキットが発売されている。ありがとうございます。